悩んでおるのじゃ。この世の苦悩を石に背負ったような顔しとったぞ。若いのにご苦労なこった。なあ、ミカト、お前さんはまだ7歳じゃ。だが7つとは思えんほど分別があり思慮深い。まったく、ウババよりもよっぽど大人じゃわい。そしたら何か、ミカトは弱い300を超えるということか。それはないじゃろ。ちょっと待て、誰が300歳じゃ。お前のその大人びた様子を見るにつけ、私は悲しくてならんのじゃ。自分では気づいておらんようじゃな。悲しいことじゃ。お前はイレシパクルに来る前、一人きりで長い間放浪しておった。お前はたった一人で生きていくために自分で何でもしなくてはいけなかった。その苦境がお前を図らずも育てたのじゃ。そして職を得るための、捨てられぬためのすべとして、礼儀正しさを身につけた。物を凍るには大人に気に入られねばならぬからの。その分別も思慮深さも悲しい渡世術というわけじゃな。悲しいことじゃ。ミカトや、お前は従者という大変な職についておるが、7歳の子供なんじゃ。遊びたいときは遊べばよいし、甘えたいときは甘えるがよいぞ。思い悩んでいるばかりでは、ウババのようなひねくれ者に育つぞ。悲しいことじゃ。誰がひねくれ者じゃ。ミカト、何かつらいことがあったら一人で悩まなくてもよい。つらいことがあったら私の胸で泣くがよい。あとで胸を借りてよいか。お前には貸さん。ちその態度がいかんのじゃ。普通の7歳はそこで、何言ってんだよ、ばあさま、などというものじゃぞ。何やってんだよ、ばあさまたち。そうそう、こんな風にな。お前も北斗を見習うがよいわ、ミカト。お、なんだ、俺を褒めてたのか。やっぱ俺って最高だよな。で、何の話。お前がこの間叱られて泣いたことを話しておったのじゃ。ついでに去年までおねしょしていたこともバラしたわ。お前の恥ずかしい過去はもはやカムイコタンのすべての民の知るところじゃて。うわぁ、何言ってんだよ、ばあさま。ふわっふわっふわ、冗談じゃよ。さ、ミカト、北斗と遊んできなさい。
よし、本当は遊びたくないけど、お前と遊んでやるよ。バーカ、お前なんかお前で十分だよ。隣村で怪しい魔力の影響による病が発生したらしい。まあ、あんなに遠い村まで遊びに行くことはないじゃろうが、気をつけるのじゃぞ。おい、ノロマ、早く行くぞ。遅すぎるぞ、お前。起きて、起きて、ミカト。ごめんね。でも起きてちょうだい。おはよう、ミカト。ごめんね、ミカト。これからミコの仕事に行くんだけど、一緒に来てほしいの。ミカト、寝ないで。あらあら、ミカト、それじゃ後ろ前よ。着せてあげるから脱いで。できたわよ。ミカト、立ったまま寝ないね。まだ朝早いから仕方ないけど、頑張っていきましょう。リムルルったら、これじゃあ夏でも風邪をひいてしまうわね。姉さんも大好き。
出発しましょう。もう少しよ。ここよ、ミカト。これはね、霧の精霊の仕業なの。この季節によく現れるの。それでね、味方に霧の精霊を捕まえてほしいんだけど、できるかしら。そう、霧の精霊に今年一年人々を惑わせないでねってお願いしたいの。そのためにはまず精霊を捕まえなくちゃいけないのよ。毎年やってることよ。精霊にとっては遊びみたいなものなのかもしれないわね。捕まえられると嬉しそうにするから。じっと目を凝らせばすぐ近くのものなら見えるはずよ。それじゃあまず霧の中から私を探してみて。さあ、私を探してみて。
その調子よ。それじゃあ今度は霧の精霊を捕まえて、私がおびき寄せるからその隙にね。おめでとう。やったわね、ミカト。精霊さん、霧で森に潤いを与えてくれてありがとう。だけどね、人間は霧をとても怖がるの。だから人間が森を歩いているときは霧を晴らせてね。これで今年一年霧で惑わされる人がいなくなるわ。味方のおかげでね。動物のほとんどは人間を怖がってしまうから。ねえ、ミカトはお母さんがいるあの小ギツネが羨ましい？聞いて安心したわ。寂しかったら寂しいって言っていいんだよ。住所だからって全て抑え込まなくてもいい。